日産、セレナ、スズキ、ランディ、ランディは、スズキが日本で販売しているミニバン。5ナンバーサイズだが、スズキが国内で販売している車種で最も高価な車である。日産自動車からの OEM 車種で、ベース車はセレナ。生産は、セレナと同様に、初代は、日産車体、二代目以降は、日産自動車九州で生産されている。2006年6月に、 日産との間で完成者の相互供給に関する提携強化策を発表していた。その中の一環として、普通自動車ラインナップ強化を目的として、2007年1月22日から発売を開始した。相互供給の関係で、鈴木は日産にあると供給。ランディと同日にピノーとして発売された。2005年8月まで発売されていた。 ミニバンタイプのエブリーランディの実質的後継者に当たる。基本的にベース車とメカニズム設定は同じであり、セレナからの変更点はフロントグリルやエンブレム類一部装備の際のみとなっている。三代目については2020年3月現在においてセレナの E いパワーに相当するパワーユニットの設定がない。また、初代から一貫してセレナ、 ハイウェイスターに相当するエアロ系グレードはランディでは設定されていない。そのため、ハイウェイスター専用色もランディでは未設定となる。なお、最高価格は発売当初265.755万円だったが、改良を重ねることに値上がりし、現行モデルである3代目の最高価格は 2.0G の344.74万円である。これは、軽自動車や、 コンパクトカーが取扱い車種の多くを占める鈴木車において、日本国内で現在販売されている車種の中で最も値段が高く、価格帯においても SUV の S 空ドを上回る。鈴木では、他社からの OEM 供給を受けて販売する車種が少なく、ランディが2020年10月時点における、日本国内での現行車種で唯一となる他社からの OEM 供給を受ける車種となる。 ありがとうございます。